ゃ知ってるよって人、はい、半分ぐらいだね。それではですね、知らない方は風魔忍者、我ら風魔忍者を覚えて帰ってください。我々風魔忍者はですね、ここ小田原を本拠地として、小田原北条氏に仕えた、忍び集団です。忍びというとですね、皆さん伊賀甲賀有名ですよね。でね、みんな間違えちゃいけないのが、伊賀濁るんですが、甲賀は濁らない、甲賀って言っちゃう人いるんですけど、伊賀甲賀、今のね、甲賀の甲賀市の人に怒られますんでね、茨城と同じで茨城って言うと怒られますので、伊賀甲賀、しかもこの関東に風魔っていうのがいたのを覚えてください。我々風魔忍者は、代々ですね、風魔小太郎という名を棟梁が継ぎます。史実だと5代目まで、確認されております。で、伊賀甲賀がですね、お金によって大名に雇われる、いわば傭兵の忍者なのに対して、我々風魔忍者はここ小田原北条氏のみに仕えた、忍び集団です。ですのでね、伊賀なんかは、お金によって大きい戦だと敵味方両方についてたりして、関ヶ原とかですね、大きい戦ですと東軍西軍両方に伊賀者がいたなんていう話も残っております。その点ですね、我々風魔忍者は、北条氏のみにしか使いませんでした。でですね、ここで風魔忍者についてちょっと簡単にお話をいたします。これからショーを見るにあたって我々風魔忍者、やってからお教えいたします。で、我々風魔忍者、左手にコテをつけております。風魔の左コテ、左手の右コテ、なぜかというと我々風魔忍者は、馬に乗ることが得意で、室町時代に北条早雲に、初代北条早雲に、その馬の技術で雇われたと伝わっております。当時ですね、鎌倉室町時代、馬に乗る武者、弓を基本に、馬に乗って弓を引きます。我々風魔忍者も馬に乗るのが得意で、弓を引くのが得意でした。ですので、通常馬を乗ってない、弓を持っていない時もですね、左手にのみ固定、当時鎌倉の武士も左手にのみ固定をつけて、右手引くのに邪魔なのでつけてません。それと同じで、忍び働きをしている時も左手のみに固定をつけております。あともう一つ、こちらにドーナツ状のもの、こちら鶴巻というんですが、こちらも弓に関連してですね、騎馬武者とか必ず持ってます。ここに、弓の替え鶴を収納しています。みんなね、丸くて何かなと思うんですけど、これ麻の紐でできた弓の鶴収納しています。で、日頃ですね、風魔忍者、弓を持っていない時もいつでも弓を引けるんだぞという覚悟のもと、皆鶴巻を下げていますので、忍者ショーの中でですね、黒服の忍者にみんな出てきて、分からなくなったらこの左ごて、いろんな色ありますけども、左ごてと鶴巻があったら風魔忍者だと思ってください。ちなみに弓、日本の弓はですね、長い、長くて西洋の弓と違って、通常ですね、アーチェリーとかはこの前後の長さの真ん中で引くんですが、日本の弓の場合は下3分の1のところ上が長くなってます。その分すごい姿は美しいんですが、難しいと言われています。弓ね、こう反ってるんですけど、皆さんこのまんまこうやって張るんじゃないかって思う人いっぱいいると思うんですが、これだと全然力出ないので、弓、今反ってる方と逆の方にあります。逆に反って張る、そうすると反発力が出る。ですので、弓ですね、このまま張っとくとどんどん癖がついて力が弱くなっちゃいます。だから戦闘になる、臨戦態勢になるまで、
弓武者もですね、弓の足軽も鶴は張りません。通常行軍するときはさっきのように鶴を張らずに携帯して持って歩いています。でですね、日本の弓はこの下3分の1で引くのですごい難しい。ちなみに打足なんですけど、騎馬武者で馬に乗って弓やぶさめみたいに言いますよね、その時には相手に敵対したらここに馬がいるので、弓武者左にしか引くことができません。こっち側に引くことができないんですね。だから馬に乗る弓武者は自分の左側に敵を追い込むように走っていきます。逆に馬に対するこちらの歩兵とかは相手の右側に逃げるように、返したと言います。はい、弓のお話でした。あとですね、今ここにエビラと言われる矢立て、これもですねちょっと最後に説明しておきますね。よく西洋の弓兵とかはアーチェリーだとここに矢筒を下げて取ってたり、こうやって背中から取ったりしますよね。日本の場合左側に羽が来てます。で左に弓を持つ、こうは取れない。どうやって取るのかというと、この下からここからですね手を入れて引っこ抜く、こう取る、で矢をつがえていくという取り方になります。ここがねまた西洋の弓と違うところです。それではですね、風魔忍者準備ができたようなので、演目ご覧いただきます。まず一番最初はですね、我々風魔の里に新しく入った子供たち、忍者の卵、忍玉ですね、の修行風景をご覧いただきたいと思います。それではご覧いただきます。